1572年から1573年のラロシェル包囲戦はフランス宗教戦争中にフランス王国カトリック軍がユグノーのこもるラロシェルを攻撃した工場戦。1572年8月のサンバルテルミの虐殺を受けて11月にラロシェル市民が国王に派遣された市長の受け入れを拒否したことで第四次戦争が勃発した。 1573年2月11日から、安住公を率いる王国軍がラロシェルを包囲したが、5月に安住公がポーランド国王に選出されフランスを離れねばならなくなったため、6月24日に講和の合意が成立し、7月6日に包囲が解かれた。直後にブローニュ直令が出され、国王側がユグノーに若干譲歩したことで第四次戦争は終結した。 ラロシェル包囲戦と同時期にソミエールやサンセールでもカトリック軍が包囲戦を行っている。包囲戦期のラロシェル1568年以降、ラロシェルはユグノーの一大拠点となった。2万の人口とイングランドへの航路を中継する重要な港を要する、この都市は国王派遣の市長や市教、高等法院などの支配を受けない高度な自治を行っており、 カトリックを報じるフランス国王に反抗するカルバンハユグノーが圧倒的な勢力を持っていた。1572年秋、サンバルテルミの虐殺を皮切りに、フランス各地でユグノーの虐殺が発生し、最後の砦とみなされたラロシェルには大勢のユグノー難民が押し寄せた。ラロシェルは非常に守りが固く、海からの補給も期待できる難攻不落の要塞都市だった。 当時のフランス王はシャルル9世だったが、実権は王母カトリーヌ・ドメディシスとギーズ公・アンリ1世が握っていた。フランス政府はラロシェル統治のためビロン男爵アルマンド混沌を派遣したが、ラロシェルの住民が彼を受け入れなかったため、11月にシャルル9世はラロシェル包囲を命じ、ここに第四次フランス宗教戦争が勃発した。11月6日、 フランス王国軍がラロシェルの包囲を開始した。11月半ば、シャルル九世はユグノー貴族、フランソワドラヌエをラロシェルに派遣した。フランソワは死を王のもとに再び従わせるため包囲下のラロシェルに入り、長期間にわたり交渉を続けたが成果を得られず、1573年3月12日に死を退去した。ラロシェルの西側から見た図。 14世紀に破壊された、ボクレール城の塔や埋められた堀が一部残っているのが、わかる。ドイツで印刷されたラロシエル包囲船の絵。左上の会場に、モンゴムリ博、ガブリエルドロルジュの艦隊が見える。翌1573年2月11日、アンジューコ・アンリが2万8000人の兵を連れて、包囲に参加した。この軍は、パリ、ピカルリ、ノルマンディ、ポワトゥー、 サントンジュ、アングーモワから莫大な武士をかき集めてきていた。包囲軍の中には、アンジュー公の弟、フランソワダ男獣のみならず、二人の有力な元ユグノーの姿もあった。ナバラ王アンリとコンデコアンリである。他にも、ギーズ一族、マイエンヌ公、シャルル、オマール公クロード二世、ヌベール公、ルイ四世、トレ公、ギオーム、ブイオン公アンリ。 フィリッポ・ディピエロ・ストロッツィ、アルベールド、ゴンディ、ブレイズ・ド・モンディック、アルティウス・ド・コセブリサック、ピエール・ド・ブルデイユといった名だたる貴族や将軍が包囲に参加した。この中には、フランス王室に対する遺恨が残っているもの、三、バルテルミの虐殺を遺憾に思っているもの、さらにはユグノーにシンパシーを感じているものすらおり、国王軍の陣営内で政治的陰謀が飛び交うありさまだった。 安住港安五百5 7 3年2月から6月の間に8回攻撃が仕掛けられた。寒い冬季の総攻撃は国王軍側に甚大な被害が出て失敗した。p l w デイユによれば、包囲戦を通じて国王側の2万2000人が戦死した。155人いた隊長のうち66人が戦死し、47人が傷を負ったという。 1573年3月26日、類壁を吹き飛ばすために穴を掘っていた場所で爆発が起き、国王軍150人が死亡する大事故となった。安住港安里も、包囲戦中何度も負傷した。5月23日に6000人のスイス傭兵が国王軍に合流し、3日後に総攻撃が行われたが、これもまたひどい失敗に終わった。 ガブリエル・ド・ロルジュ・ラ・ロシェルの住民は、イングランド女をエリザベス一世に救援を求めたが、エリザベス一世は1572年にフランスとブロワ条約を結んだばかりで大きな介入ができず、ヨグノー貴族、ガブリエル・ド・ロルジュに小規模な艦隊を預けるのが、限界だった。1573年2月に7隻の艦隊が、ラ・ロシェルに入ったが、4月には、その大部分が、 フランス海軍に追われ、ベルイルアンメールからジャージーへと撤退せざるを得なく、なった。とはいえ海上では、ユグノー側が優位に立っており、スペイン戦を攻撃した、オランダの五位戦死略戦などがラロシェルを援助した。ヌベール港は大きな橋けを沈めて、港湾封鎖を試みたが、効果はなかった。ちなみに十七世紀のラロシェル包囲戦では、リシュリューは大量の海上バリケードを投入することで、 会場封鎖に成功している。包囲戦終結後、ラ・ロシェルに入場するポーランド・フサリア・騎兵イ1573年5月の末、アンジュー,ーアンリは自分がポーランド王に選出されたことを知った。プロテスタントが小さくない勢力を持つポーランドでは、先立つ1月にワルシャワ連盟協約が締結されて、広範な心境の自由が認められていた。 ポーランド貴族たちはアンリを王に衰退するにあたって、宗教戦争であるラロシェル包囲戦の解決を求めてきたため、アンリはラロシェル氏との和平交渉を始めざるを得なくなった。6月24日に和平の合意が成立し、7月6日に包囲が解かれた。1573年7月のブルージュ直令で、第4次フランス宗教戦争は終結した。ラロシェルは、 フランス内でプロテスタントの信仰が許される3都市のうちの一つとなったが、未だ信仰には多くの制約がかかっていた。ありがとうございます。